1問目はお答えしていただいて、ちょっとホワイトボードを出していただきます。あ、これちゃんとしたなんか本格的な。そうですね、1問2問ございます。はい、1問目が各キャラさんに答えていただくテストとクイズという感じになっております。2問目が皆さんに答えていただくクイズとなっております。じゃあまず1問目からいきましょうか。歌頃ちょっと読んでみてもらっていいですか。発音にも注目してください。ちゃんと答えます。
じゃあもう最後仕上げで勝ちはさん多分分かってるんで、もう答えどうと言ってもらえますか。はい、ボルちゃん分かったんですか。分かった。はい。人は一人と一人でできている。あ、惜しいな。惜しいですね。すごい惜しいな。あ、ブニャが書いてくれました。見えるかな。これは船子の触覚と触覚の間に人がいるってこと。これはどうですか。はい、どうですね。残念という、まあ、というところでですかね。ちょっとじゃあ船子の先生から正解をお願いいたします。さあ、時は2年経ちましたよね。
生、深川先生。卒業旅行楽しかったですね。修学旅行もね。どこ行ったっけ？沖縄だっけ？みんな楽しかったですよね。楽しかったよね。俺導入がプレゼントやったらすげえ苦情くるよね。導入がやったら優しいから。みんな優しい。皆さん金返せって言われちゃう。さあ、田村先生、ついに卒業というところですが、そうだっけね、何かしたいことが。皆さん、生徒の皆さんに訓示があるということで。